てだよバーチャルタイム社 3D どうしてだよ、ポケモンマスターマイカーですよ、ハークジュバー、いやー今日もいい一日だった、圧倒的感謝、なんで一切出てこねえんだよいやもう11月17だそうです。皆さんちょっととんでもないことが起きてます。どうしましょう皆さん嘘でしょもう11月半ばなんですけど、秘宝2021年あと1月と半分。いやもうね、毎年言ってるけどね、本当に一年が早すぎるよね。何やった今年だって。今年はなんかなおさら、まあこれもね、もうなんかね、毎年更新されてるの、ボジョレーヌーボーと一緒なんだけどさ、毎年更新されてしまってるんだよね。もう何かしらのイベントだったりとかね、まあまだその流行り病もね、2021年は結構猛威を振るってたわけじゃないですか。なんか外にも出ず、イベントも今年は少なかったかな。イベントそんななかったよな、多分。もっと昔に比べても少ないぐらいだったと思うんですけど。いやーね。まあね、あれもちょっと、今はね、鳴りを潜めているので、来年はね、またいろんなとこ遊びに行ったりとか、いろんなイベントね、できるとね、いいですね。はーい、ということで。2022年に期待を、寄せながら、スカラジやっていきたいと思うんですけれども、はーい。本日のゲストはですね、まあ、仕事でやってるんでね、半年に一回ぐらいが、こう、プレミア感があってね、人も来やすいかなと思ってるんですけども、ちょっと最近はそんな思惑の中、いろいろ配信をすることが増えております。椎名ゆかさんでーす。イエーイ、おまくず、しなゆかでーす。あー、よろしくお願いしまーす。俺ビジネスやったんかー悲しい、わかるわ。クソみたいな嘘なきやめてくれるうちの友達じゃんかというわけで、ビジネスフレンドのしなさんに来ていただきました。よろしくお願いしまーす。帰ろうも、お疲れ様でした。ありがとうございます。いやいや、まだまだまだいっぱい話すことありますんで。あー、マジか。いやーね、あれですね、なんか結構さ、うん、付き合いは長いわけじゃん。いや確かに、もう3年半ですよ。3年半なのマジ嘘。いや多分私の初期友達ですからね、展開人一番初めの2時3時にな、友達がいなくてな、佐々木以外な。そうそうそう、ね、佐々木ももうおらんし。あ、そうか、そうだったわそうだったいなくなったんだった。マジで天界でしかいなかったんか、あの時ポケモンの交換する相手がいなくてゲンガーを進化できなくて悲しいよ。めちゃめちゃ懐かしいな、あれ。うん、そっか、そうだったね。ありましたね。いやー、でも今となってはもう、じゃないですか。二次三次。いや、確かにね。いろいろ、二次レジができ。友達めっちゃ増えてた。ああ、めっちゃ良かったね。増えてね。楽しい毎日です。あの時、めっちゃ懐かしいな。おもろいわ。でも、あの時ぐらいやね、配信越しで。はい。ちょっとあの天界寺に声かけてみたいなあの頃さ大丈夫大丈夫。あの頃さ一切裏でディスコードとかやってなかったよね。マジで配信越しの会話そう、全く連絡し初めましてね。なんかおはくずで一見あったからちょっと言ってきてくれみたいな。なんかね、お互いこう直接コンタクトを取らなくて、うん、配信越しのね、ハト、ハトだよな。ハト
鳩を使って本当の電書鳩を押してたっていう、交換するっていうね。そう、そういう時代だったんですよ。それが今やね、当時はピカブイでしたけど、そこから剣盾が出て、ね、もうダイヤモンドパールのリメイクがもうあさって発売ということで歴史あるな。歴史が結構あるんだよ実はね。面白いことで、その他全く一緒にしてないっていうそうそうそうポケモン交換フレンドだ。そうなんですよ。まああとはパワークズですか、やっぱり。あ、そうだね。そうね、それもだ。あれも3年もうた、もうちょっと経つのか。1月にやったから経ったんじゃない。3回目だってやった気がするもん。あ、そっか、パワークズやって、そのあ、その年は俺やったよな、やって、うん、で19年に実行、あ、違うわ、19年か、あれなんかもう分かんなくなっちゃったもう覚えてないですけど、うん、いやもう今やね、まさかのコナミさんを巻き込んでの、ね、とんでもない企画までなってしまってね。すごいな。いや歴史あるね、なんだかんだね意外とある、意外と歴史が深いんですよね、うん、って中で、うん、俺これのラジオに呼んでなかったんだよね。あー確かに、そうまあ、なんか、うん、あれアンジュとか出てたっけ。出た出た、最近出た、ね、うん、出て、やった気がする。俺もね、わからん、なんで呼んでないかなんで呼んでなかったんだろうな。いやでもやっぱ年2ぐらいがいい、やっぱね、あー、やっぱそれぐらいがプレミア感あってね、飽きられたらまずいからっていうのがあってはい、なんですけども、そういえばと思って呼んでないじゃんと思って今回ね呼ばせていただきました。いや、ありがたいです、ありがたい。はい、じゃあ早速2人でねお便り読んでいきたいと思います。はい、はい、それでは金がネーム、女装男子さんから、あ、じゃあ女装女子さんからいただきました、ありがとうございます。はい、はい、展開さん、あ、ちょっと待ってね、はい、展開さん、しなさん、ワクズワクズワクズ、いつも配信楽しく見させていただいております。2人は、クズつながりということでピカブイでの開講に始まり、以降チラリチラリと企画等で定期的過去不定期にコラボしており、自分もその度に歓喜の声を上げながら配置をさせていただいておりますが、以前からお二方を追っている私から見るとその関わり長いようで浅いといった印象でございます。そんなわけで今回の疲れ死にてお互いのことを知るいい機会となると思うとすっげーワクワクするのですが、そこでお二人に質問です。お二人は漫画はどれぐらい読むのでしょうか。また好きな作品やおすすめの作品などあれば共有していただきたいです。気温も低くなってまいりましたので体調管理にはくれぐれもお気をつけください、ということでいただいております。どう、漫画ってなんかあんま聞いたことないわ、読んでる漫画とか。私めっちゃ読むよ、ちなみに。そうなんだ。うん、はい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 、はい、なんか一気に読む。いや、もう全部全巻バーって、もう夜寝れない時にバーって読んで、はいはい、うん、でも新しいの来ても、うん、もう読まないことあるね。新しいの、あー、その新刊が来ちゃったってこと。新刊全然楽しみにしてないそれ、うん、それで私読むよっていいのそれででも一気に結構その最近もめっちゃ読んだの。前巻終わってないと途中で終わっちゃうんだ。そう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 、もう話忘れてるから途中から読めなくてなるほどね。最近は何読んだんですか。ね、スパイファミリーえ、何いや、もう前回一気に読んだからスパイファミリーってさ、前巻一気に読んだわっていう関数じゃないんですけど5巻とかでしょあれあー、じゃあさ、違うの言っていいですか。どうぞ。ファブル。あー、ファブル、あー、うん、あれ、お前あれだべ、ツイッターで気になって読んだだべ。いや、違うな。あ、違うんだ。はい、好きでね。あ、でもあれは新刊を読んでってるの。あ、うん、あ、読んでんだ、うん、ファブル好きなんだ。いや、おもろい。へー、ちょ、なんかね、途中のごちゃるまでいっちゃおもろかっ
って、うん、でもだんだん顔が見分けつかんくなって最後もう誰か分からんままもうね、どういうこと？いや顔が似てるんだよ。本当に好きなの？いやほんまにおもろいんやけど、あ顔が似てて、顔が似てんだ、そう洋画みたいな感じでね、分からんくなった。あの俺読んだことないんだけどさ、あそうなんや、どこがおもろいのファブルは？ファブルはね、殺し屋みたいな感じで。殺し屋なんだ。そうそう、そういうなんか、なんていう、闇のなんかそんな感じの、なんていう、暗い話っぽいんやけど、はいはいはい、死んだりとかヤクザとか、あでもギャグがたまに入って、あギャグは入るんだ。そうそう、ファブルっていう殺し屋がなんか一般人に なろうみたいな。あ殺し屋、あのだからあれでしょ、ツイッターに出てくるあのコアモテのやつでしょ。あそうそれがもう殺し屋なんか、ね、休暇みたいなんで、一般人になりたくてみたいなんで。あそうだ、休暇中なんだ。へぇ、コメディっぽい感じやねんな。はい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 、うん、あれはね、俺なんかツイッターで結構さ流れてくるじゃん。すげえすげえ気になるんだよな。なんか変な漫画を手伝ってるオタクが盗撮してみたいなさ、あれどうなるんだろうなと思って。あれツイッターで流れるんだ。流れてる流れてる。でなんか、でも普通に、うんうん、面白い。面白いんだ。いたわ、そういえば。いた？そういう話あるんだ。それ一瞬、うん、そんな、そうやな。いた。ファブル気になるな、うん。あれでもめっちゃ長くない？長いイメージなんだけど。あれ何巻なんやろ？結構ある？わからへん。わからへんのか。本当に好きなの？お前。いや、そこは重要視してなかったわ、何巻とか。重要視しないんだ。あ、20巻ちょいか。あ、でも20ぐらいなんだ。ああ、そしたら全然読めるね。うん、あ、マガポケ無料なんだ。へえ。読んでみようかな。いいね。はい。意外と漫画読むんだね。天海寺のおすすめは？俺のおすすめか、もうスラムダンクの話は散々したからね。最近読んでるのだと、うん、そうだな、サッカー漫画とか読む？うわー読まない。まさかも読まないか。スポーツ漫画とか読まない？スポーツ全く読まないな。あ読まないんだ。何漫画が好きなの？ジャンルとしては。あ、なんだろう、コメディなのかな。コメディーかコメディーか、うん、うん、コメディー最近読まんな全然合わへんやん。九条の大罪とか読んでるわ何それ。あら、牛島くんの人、牛島くんの、あらなんかあれか、書いてる、あの弁護士のやつ、情報の人の、うん、そう読まんな。最近だとね、やっぱ青足熱いな。それサッカー？サッカー漫画で、んー、ちょうど今アニメ化発表されたんかな。アニメ化発表されて来年アニメ化するんだけど、いや熱いのよ。なんか難しいな。でもスポーツ漫画読まないやつに青足進めんのむずいな、うん、いやでも絶対帰宅部あるやろやと思うねんな、スポーツ、うん、はい熱くなれないっていう。あーなるほどね、うん、もう一切もうダメなのスポーツ系。でも何やろ、それこそアヒルの空とかは、うん、アヒルの空通ってねえんだよな。やっぱおもろい、うん、アヒルの空はどこが好きなの？やっぱコメディ、キャラがおもろくない？あ、コメディなんだもう、うん、とことんコメディを追求したんだとことんコメディなのか。コメディなのか、私ギャグが好きなんかもしれない。なるほどね、うん、なんだろうな、ギャグって言ったら、あれは浦安鉄筋家族とかいやギャグすぎるな。めんど、なんねそれめんど、何ギャグすぎるって。ギャグすぎるちょっとやっぱね、かっこよさとかもいるんよ、うん、うわだる
こいつに進めんのだるマジか。あれはガッシュは、あー見てないな。ガッシュ今あれアマゾンプライム入ってる、うん、あ今無料だよ7巻まで。あそうなんや。そうそう完全版。あれギャグ、あれはねギャグもあるしキャラクターかっこいいしめっちゃ泣けるから。あーいいね。じゃあいやガッシュは、ま、読んでないならマジ読んだ方がいいよ。読もうかな。なんか最後だけ知ってる気がすんねん。最後だけ知ってんのやなーやな読者だなー。なんかよくその話になってちょっと読まんから最後教えてみたいな。お前はもう進めたくないわ漫画そんな人に。やだわ。最後だけ聞きたくなんだ。最後だけ聞きたいやつやだわ。最悪マジで。おはくずやなこれ。なんでおはくず。ガッシュはねぜひ読んでみてください。今、うん、Amazon プライムで、ね、無料で見れますんで。あぜひ。ということで続きましょう。つかさゲストのし、あ、金がネームアレットさんからいただきました。つかさゲストの CC をはくず、うちの会社は結局コロナ関係が終わってもテレワークが継続することになりました。ただテレワークだと上司の目がなく、午前中は眠いので寝てしまいます。自分でもクズだなと思いつつ睡魔に勝てずいつもベッドから出ることができません。クズのお二人、特に睡眠のプロの椎名さんに対策方法があれば教えてもらいたいです。暖かかったり寒かったりで安定しない天候が続きますが、お体に気をつけてご自愛ください。PS、仕事の進捗はもちろん進んでいませんが、上司に怒られるのが怖くて報告していませんと。いうことで、なかなかのクズから、お便りいただけましたが、これはでも最近さ、なんか、寝坊遅刻しなくなったよね。しませんよ。ちゃんと目覚ましかけてね、もうね、もう私、もうお母さんにね、LINE しますからね、うん、ちょっとマジ、何時に起こしてみたいな。まるで成長していない。うん、もうほんと遅刻嫌だから、ちょっと起こしてもらおうと思って。うん。そういうことなんだね。最近あんまり聞かねえから、あ、改心したんだなと思ってたのに。もう自分で頼るのやめた。自分を信じるのやめた。あ、もう自分で頑張ることはやめたんだ。うん。ああ、もう潔いね。天海じゃ普通に起きれる？うん、俺はまあだいたい目覚ましかけたら全然起きるよ。あ、そうなんや。そう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 。なんか自分に甘くならんこの人もそうやけどさ、やっぱ。ああなんだろう、もうあとちょっとみたいなのが続いて遅刻みたいなね。まあなんかね、作業しようと思ってて、うん、寝ちゃって、あ、5時になっちゃったみたいなことはあるけど、うん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 、なんかそこまで配信遅刻とかないな。まいかー。あー何あら探してんの。あってほしいな。やっぱクズな部分出しいかんと。、うん、もう今更でしょ、俺のクズ売りなんて。おせえも何もかも。クズ売りが誰も期待しないよもう。やっぱね、ああどこ厳しくなった、なんだろう、二次三次もそうやし、うん、あ、厳しくなったんだ。厳しくなったね、はい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 、やっぱリスナーさんもそうやし。もう10回目はないよみたいな、さすがに怒るよみたいな。10回はやばすぎるだろ。近くしなくなったね。やっぱゴリスナーね、甘い印象はあるけどね、やっぱりさすがに、まあ、ちょっとなんか、かわいそうになってきて、こんなに優しい人らを、うん、なんだろう。これ以上裏切るのはさすがに、うん、うん、ね、申し訳ねえと思って。それで改心したんだ。改心しました、ありがとうございます。よかったねゴリスナーね。どんな哀れみなんだよそれは。はい。どうすればいいんだろうね、そしたらね。あ、そっか、寝ちゃうからどうしようか。でもなんかカメラとかついてなかったらね、なんぼでも寝れそうな。寝ちゃうよね、だってね、テレワークって、ね、
やったことないから全然わかんないけど、ね、ま、でもネタのうちにさ多分深夜もやってないやろな、多分仕事そんだけ溜まってるって。まあそうやんなきゃいけないよね結局だよね。だから、まあ、このアレットさんは進んでいないですけど、もう夜中やるしかないか。じゃあそうやね、夜中やるしかないでまた午前中眠くなって寝て完全に夜型人間よくないな、この解決方法は。よくないけど、あ、それかなんかね、外出るとかいいらしいけどね。あのね、なんか日差しを浴びないと体起きないって言うからな。ね、あ、やっぱ外出るべきだな。外出なくてもまあなんかカーテン開けるとかベランダ出るとかぐらいね、うん、やればいいかもしれないですね、全然全然説得力ないわお母さんに起こしてもらってるのだったな全然説得力が。いてもらえばいいんじゃん、うん、やりなさい。いい大人がやめろはい、では続きまして、金がネームきのこさんからいただきました。シーシーてんてんこんばんは、こんばんはてんてん初めてよかったな以前お二人でパワプルの対決をされて、てんてんがスクラッチを5万分買うことになっていましたが、お二人は宝くじで 1億円が当たったら何が欲しい、もしくはしたいですか。だいぶ寒くなってきたんでお体にお気をつけくださいということで。なんか金への執着ってさ、うん、どうなの。なんかすぐ金かけるイメージはあるけど、すぐなんかスクラッチ、まあ、かけるのは楽しくて、なんか誰かにやっぱそうちょっとやってもらうのはね、楽しいんですけど自分はでもそんな使わないの全然。あ、そうなんだ。うん、全くやね。あんまり物欲とかもないの。ないね。全然ないな。最近買った中で一番高いものは。いや、なんやろ。最近はでもそうなるとあつ森。あつ森？テレビゲーム？最近。マジか。そんなもんやね。マジで使わないね。そうなんだ。ゲームが一番高いもん。課金も。ああ。うん。課金もしないの？課金ぐらいやね。ああ、課金は何してんの？うん、ね、自分のブラックサージっていう自分のキャラが出た、うん、ああ、はい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 、そう、2万ぐらいかな。あ、それでも2万ぐらいか。うん、そうなんだ。全然やね。へえ、意外、結構意外だったななんでそんな使うイメージ結構もう金にがめついイメージあったわいや、俺の知ってる二次三次の女がさ、まあ主に軍道ミレーなんだけど、うん、あいつ金遣いめっちゃ荒いじゃん。あ、そうなんだ。いや、めっちゃ荒いんよあいつ。だから全然知らんかった、うん、結構荒いイメージあったから。あ、でもね、遊びに行ったりね、そういう、うん、みんな高いとこ行ったりすんのもやっぱ誘われないといかんな。あ、いかん、そういうのもあんまり興味ないんだ。そうそう、旅行とか全然。食べ物とかもうその辺でいいもん。もう全然なんかチェーン店みたいなその辺の、うん、全然物欲ねえんだ。この道か。あじゃあ1億当たったらどうすんの。もうでも、うん、でも旅行かな。旅行すんだ。どこに沖縄。沖縄沖縄 1億当たったら沖縄行くのうん、やっぱ日本がいいからね。多分9900万ぐらい余ると思うけどどんだけ贅沢しても多分9900万ぐらい余っちゃうよ。沖縄よ、国内行っちゃいいから美味しいし食べ物。沖縄なんだ、うん、俺はね、1億でしょ？うん。3D スタジオかな。ああ、自分の。欲しいんだ。欲しい、めっちゃ欲しいよ。自分で好き勝手できる。
ったら私に言ってくださいよ。そうなったらあれじゃん、二時三時のもうあれってもう俺普通にもういけんのあれ俺まださ分かってないんだよね。多分いけると思うけどな。でもルイスいけたからな、ね、鉄骨渡りしたいですみたいになったら鉄骨渡り確かになんかこの間さルイスのさ、うん、行った時にさスタジオさまあ初めて入ったけどさ、うん、なんか、うん、体育館みたいだったもんな備品が。そうなんか鉄棒とか卓球台とかマットとか体育館じゃねえかよと思って見てたわ。ちゃんと怪我しないようにマットあるからな平均台でやる、うん、やりたいそれはそれはそうだけどさ毎回おめえに頼まなきゃいけないじゃないかよ。じゃあ 3D やらしてって。やだよ俺そんなの。知らないな借り作るじゃないか。まあでもね高そうだもんな 3D スタジオ。あれめっちゃ高いよね。いや奥で足りるかわからんもんな正直。そうなんや。あ奥足りるかな、ギリじゃないかな、多分。やば。ものか、もう、その物件から借りるとか作るってなったら、まあ、作るはそうだけど。でも1億当たってそれすんの？する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 。ええー、お前に言われたくないわ。沖縄旅行の人に。その A やだな。いやいやいや、沖縄旅行めっちゃいい。毎年行けよ、沖縄。絶対俺の方が有意義に使ってるわ1億うーん感じか。結構意外だったな。なるほどね。そうやね。だからこういうさ話すコラボしないじゃん。確かに。毎回なんかさゲームでバトルみたいな感じじゃんこういうのやってないからすげえ意外なことが分かっておもろいな。これめちゃめちゃおもろいですね思った人と違うみたいな。全然違ったどんなでもこういうのあるんだろうな思った人と違うと、めっちゃ意外だった。うん。じゃあ続きまして、金がネーム野なめさんからいただきました。つかさゲストの椎名さん、おわくず、おわくず、奇妙な縁から始まり今まで続いてるお二人の奇妙な、中ですが、最初の頃のお互いの印象、また現在のお互いの印象を聞いてみたいです。朝晩の冷え込みが厳しいこの頃、お体には気をつけて活動頑張ってくださいということでいただきましたが、このね内容のね、うん、お便りがね7000通来ております。今日えほとんどほとんどこれマジでみんな聞きたがるんだよねこれね。あ、はい、はい、というわけでもう今や3年半前ですか。ふんふんふん。どうですか最初の頃の。いや私最初何やろう、うん、なんかでも若干怖かったかな。そうだったのなんかうん普通のオンラインライバーみたいな反応してんな毎回言われるわなんか怖いんだよ、あの文章が怖いんや文章がなんか DM がなんか怖かった気がすんの。はい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 、あの絵文字とかつけないからねそうそうそうなんか一回あ、なんかなかったでしたっけ、なんか何なんかごめん、なんかなんか謝った気がすんだよな、怖くなって。嘘なかったっけ。そんなことあった。うわ、DM 見返したいな謝ったこと？なんかなかったっけ？おはくず使ってすいませんみたいな？いやそれはない、それどれだよじゃあどれ？それは別にそんなことあった？なんかすいませんみたいな、ちょっと調子乗っちゃいましたみたいな。そんなことあったかな？あ、いや別に気にしないよみたいな、帰ってきた気がする。帰ってきた記憶ある？俺全然覚えてないわ。多分あれ天界でだったと思うんだけど。そうだったんだ。うん怖いっつってあんな切り抜きあることある謝らないよ
怖い人の反応じゃないですよ。関わると思ってなくて。はい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 、なるほどね。もうまあいいかみたいな。ポケモンの交換すると思ってなくてね。そうそうそう。まあいいやみたいな。それはまあいいやなって。怒られても話すことなかったら怒られてないって。関わりあったの。配信者なんだから。ね、なるほどね、うん、俺の最初の頃はね、うん、あの時ってさ、うん、2時3時にさ、うん、クズキャラってあんまいなかったじゃん。確かに確かに。いなかったよね、うん、だったから最初なんか多分俺もあれ多分囚人組健康麻雀だな、うん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 、なんかそのおはくずなんか黙って使われてますよみたいに言われておおどれだよ使ってんのって思って見に行ったらなんかめっちゃ騙されてさ使ってたじゃん視聴者にあのおはくずにしようみたいななんかねしかもねその時コメントにねおはくずめっちゃ流れてね、うん、そうそうそ う, そ う, そうえ何私おはくずって何って言ってたらねリスナーさんはね、うん、優しいリスナーさんそれフルーツダメだよみたいな爆弾みたいな感じで触れちゃいけない人触れちゃいけない人みたいな感じになってたからねなるほどねいやおもろいな当時だからなうんあいやどれなのかなって思いつつ、ね、はいはいはい、はい、そう、それで知らないで使ってて、うん、それ言われてて最初普通になんかあの挨拶もあったじゃん、うん、挨拶動画もあったじゃんあそうそうそう、あれもあって、あ、清楚系 VTuber なんだなって思ってて何歳で詳細俺知らないからさあの挨拶から勝手に使わされてるからあ、騙されて使わされてかわいそうだなって思ってたからさもう蓋開けてみたらこれですよ合ってたいや、みんなさ、なんかさコメントで今言ってるけどさ当時はそうだったんだよ、うんあの挨拶があったからちゃんとデッドバイデイライトが追ってないとこいつがクズっていうのは分かんないのよ自己紹介動画で自己紹介動画だけだとね、うん、ちゃんと騙されるんだなあれね。そうなんだよそれもう蓋開けてみたらこれだったからねもうそこからは一切変わってないわこいつの印象もう3年半経っても変わらないですね。あいいねいいことだねお前なんか変わった俺に対して、今はねえなんだろうなあーなか変わったけどあえ変わったのレイカじゃ何なんだろうちょっとでもそこまでビジネスだからそこまで深くないのかもしれんじゃあ次行きましょう次行きましょうはいビジネスだからしょうがないよね、うん、仕事だからうんビジネスだから、うん、じゃあ続きまして、金がね日の時場さんからいただきました、うん天海さん椎名さんおはくずおはくずお二人の企画で毎度点を見せつける椎名さんですが配信外でも運はある方なのでしょうか自分がラッキーだったなと思うエピソードがあれば聞きたいですということでこのラッキー関連がね1万2000通来ました今回本当にね拾うのが大変でした他の話題をはいまあまあまあ数々のね幸運を見せつけてくれてますけど、うんうんうん、なんかありますか？何やろう。いやでもないんかな普段はそんな。普段はないんだ。うん。なんか懸賞当たったとかないの？くじ当たったみたいな。いや。あ、でもね。ああ。結構一番くじは当たる。一番くじ当たんの？もう、うん、なんかいっぱいまだその下の賞とかが取り切られてない時とか。当たるんだやっぱり。フィギュアとかはね。はいはいはい、はい、適当に引こうぜって言ったら、うん、当たったりする。なあ。
通にやっぱり運営じゃん。まあでもあんまフィギュア飾らんからめっちゃあげるんやけどね結局その日遊ぶ友達とかにあげたりする、うん、いいな全然当たったことないわ、まあ、運悪そうやんねうるせえわだいたいE賞E賞F 賞F 賞うん、何なんだろうね、無欲だからかな、やっぱり。あ、そうかも。欲しくないからね。物欲がゼロだから、逆にだから、吸い寄せられんのか。そうだ、センサーだ、物欲センサー。なんか、そんな法則あるもんな。もう、ずっと生きてきて、俺、初めてプレステ5当たったもん。あの、買えるやつ人。生まれてきて、本当に初めて当たった。プレステ5みたいなやつ。そう。抽選の購入、プレゼントじゃなくてね購入券一番最初のそう発売の時に、あ、でも最初の発売めっちゃすごいな、ね、倍率やばそうだ、ね、そうそうそう、結構倍率やばいのが当たったから買える券、あれはマジで嬉しかったな。プレステ5全然それ運悪いんじゃないいや、もうちょっとでエルデンリング出るからちょっとみたいな大丈夫大丈夫、そういうこと使うから使おういいね、あれも当たってたもんな、スクラッチ。ああ、結構当たってなかった。なんかでもこの前一個すごかったのがさ、あ、なんか Google のその配信みたいなんでさ、あ、なんか適当にバーって書いたやつがさ、うん、なんかその参加してるみんなの中で当たったんよね。なんかGoogle の何Google の案件で1位2位3位当ててくださいみたいなんで、1位2位3位何の1位2位3位、そうそう、勝敗予想なんかのゲームで、あー、めっちゃ人いたんやけど適当に書いたの、書いたやつが当たって、当たったの、マネージャーさんからなんかシーナさんこれ当たってますみたいなのになって、そうなんだ、それびっくりしたなあ、ゲーム大会の勝者を当たるやつがあったのね。そうそうそう、へえ、なるほどね、なんか当たってた、なんなんだろうなマジでねえ適当に当たるな、おもろいな、なんで当たるんだろうな、競馬はやんないの？あー、やったことない。はいはい、はい、あー、なんかやった気がするけど当たらんかったんかな。あ、そうなんだ。ちなみに1から18で今好きな数字教えて競馬は運じゃないよ、うん、何を分かったつもりでお前言ってんだよ馬の調子とかね、今までの勝ち方とかね、天気とかありますから、それで勝てたら苦労しねえんだよこっちも。でも当ててる人いるじゃないですか、なんか毎回こないだのエリジョお前339万だぞ3連単100円買ったら当たるわけねえだろ。いや、すごいな、運か。じゃあ自分の力で当てるか。うん、ムカつくな、正論呼ばれんの知らないくせに。ちゃんとね、新聞とかいっぱい読んだよね当てないと。やっぱ苦しねえんだよ。続きまして、金がネーム、うん、ナナナさんからいただきました。うん、天海さん、椎名優子さん、おはくずおはくず。おはくず。お二人の交流は3年目となりますが、3つながりで 3D で何か企画をやってみる予定はありますか？お二人だけでなく、うん、いろんな人で集まって何かをするのでもいいので、3D でやってみたいことがあれば教えてください。ということで、来てますけど。どうですか？それこそあのさ、うん、カイジのさあのボタン押すやつ、ちゃんとマリオのやつあれやりたいの？あれやりたくない？あのギュラーって手上げるやつ前からてっきり鉄骨渡りとかだろうなと思ってた。もうみんなできるから、あの階段のね、はい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 、ネットかぶってピコン、信頼関係ゲームね、いいね。そうそうそ
だ。いいねいいねいいね。あれ絶対おもろいやんと思って。やろうよ。あれやろ。うん。すぐ裏切る。信用できねえ。絶対座りたくねえ。こいつと一緒に座るなんて絶対嫌だ。めっちゃおもろい。絶対嫌だわ。もう一発目に死ぬわ。できそうじゃないあれやったらね。あれは全然できるでしょ。ね、あのボタンさえあれば。あでもあれか、うん、あのパッ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 パって誰がその当たりなのかを決める機構とかはめんどくさそうだな。あでも 3D だったらいけんのか。いけそうだけどな。あでも難しいな。難しいわ。雰囲気だけでもいいけどね。あーなるほどね。雰囲気なの。雰囲気死んじゃうみたいな。死んじゃう雰囲気なんてあるかよ。雰囲気開示したいな、うん、演技開示を。二次三次 3D 班なら言えば何とかしてくれそうだな。ねえ、できそうやんね、うん、良さそうだね。俺さ、うん、あれありたいんだよね。うん、あれ、モルック。何モルック。モルック知らない？うん、知らない。なんかね、あの木の棒があって、それぞれになんか数字が点数が書いてあって、うん、それを木の棒で投げて倒すっていうスポーツ。え、ボーリング？あ、そう、ボーリングみたいな感じ。あー、そうそうそう。あれだったらさ、激しくないからさ、その 3D でもできそうだなと思って。いやでもなんか地味じゃない？いやあれめっちゃ熱いぞお前。めっちゃ熱いからモルック。俺もモルックセット今うちにあるからね。すごい。そう、それでもうどっかでやりたい、 3D でやりたいなと思ってて。そう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 。老人会の雰囲気が出とるんやけど。絶対熱いってあれ。3D モルック。ほんま？うん。いや、どうなんだろうな。いや、あれはやりたいね。超めんどくさそうだけど、3D。一個ずつ。一個一個にポイントつけて。それ家でやってる？誰か遊びに。全然何も触ってない。3D でやりたいなと思って、どっかのタイミングでどっかで試したいなと思ってて。あれやりてんだよな。おもろいんかな。あとは最近やりたいと思ってたのはね、うん、あの懐かしいゲームをなんかやる番組 3D で。あー、レバガチャみたいな。レバガチャみたいな感じ。そうをやりたくて。やらしてくれよ。絵にからで。 2D でいいじゃん。え？2D でいいじゃん。いやいや、 3D よ、それは。反応がさ、全身でやっぱりさ、難しいやつに挑戦して、あーみたいなのがさ、見たいじゃん。あー、なるほどね。うん、お前、そんなこと言ったら、お前、もう全部そうなるぞ、お前。2D でいいやんわ。いやいや、カイジは 3D じゃないと。いや、やりたいんだよね。いいね。ぜひぜひ、二次三次。絶対いいと思ってないだろ、お前。今のいいね。絶対お前、カイジだけでやられてんの。いいね、カイジだけで。いいじゃん。友情確認ゲームだけだろ。まあまあ。なんかね、やりたいですね。もし、うん、もしこれから普通に、せっかくだって入れてもらったからね。うん、せっかくできるようになったから。ぜひお願いします。やろう、うん、レトロゲーム。はい。レトロやんの、うん、レトロやんのかい。では続きまして、はい、金がネーム、年末調整終わったさんからいただきました。天海寺さん、椎名さん、こんばんは。こんばんは、うん。今年はつかしいコラボ多くて嬉しいです。もう織姫と彦星枠と呼べませんね。呼ばれてたんだ。そういう風に。え？初耳だけどな。早速質問なんですが、2人ともクトゥルフやマーダーミステリーなど TRPG 系をたまに配信でやられてますよね。うん、今後一緒にコラボすることはありそうですか？個人的にマーダーミステリーに最近ハマってるので、ぜひコラボしてほしいですということで来たんですけど。やってた？めっちゃ好きで。そうなの？そうそう、マダミスなんてもうめちゃくちゃやってるね。知らんかった。配信でさ、マダミスってなんかや
ちゃダメなのが多いんよ。あーなるほどね、はい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 、はい、一回やるとそうね、ネタバレ的な感じでね。そうそうそう。あーへえー、そうなんだ、うん、あ確かになんかディズムさんとやってたな。あそう、あれあの春夏秋冬やってますからね、あれ。はい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 、そうなんだ、うん、え、まためっちゃ意外なんだけどなんか人のロールプレイとか鼻で笑ってそうじゃんお前。いやいや私全然ロールプレイしますよ、ロールプレイすんだめっちゃ意外だわ、それこそねデビッドね、ディズムさんとかはね、うん、もう待ち時間とか終わった後とかでも、うん、まだミスやったりとか。いやもうそれぐらい好きなんだそうそうそう、やろうって言ってやったりしてる。なるほどね、うん、へえ、ほぼ椎名さんだけどねって言われてるけどねVRPG はさ あのディズムさんが考えてくれてて、考えてくれてて、うん、あのシナリオってこと。そうシナリオ、あもちろんディズムさんそうで、私とデビのシナリオになって、あ二人で行くってこと。椎名結花とデビデビデビで行くってこと。そうなの。へえー、なるほどね、楽しい。はい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 、君たち逆にやってたんやえ、そうなん。お互い本当に知らないんだな俺めちゃめちゃやってるよえ、めちゃめちゃやってんの。え、知らんよ。ダブイルクロスご存知じゃない。あ、やってるわ。めちゃめちゃやってるよ。 GM してるってこと。そう。え、できんの？できるよ。クトゥルフもやろう、回そうと思えば回せるし。ちょっと待って、めっちゃ毎回探すんよ、なんかできる人おらんかな。あ、キーパーをってこと？そう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 。はい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 。そんな好きだと思わなかった。めちゃくちゃ好きよ。ほんと、お互いのこと興味ねえんだな。狂気山脈やりたい私。あー狂気山脈ね。うん。お、え、まだあれ何もやってないと思ってるね。やったことない、一回も。まあ、狂気山脈だったらでもマダラウシにやってもらった方がいいから。マダラウシ、はいはい、はい、そうそう、まあ、いや呼び捨てすなさんつけろあーそれ聞いたら多分喜ぶと思うよ。やりたい。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。じゃあなんかやりたいね。うん。そこまで好きなのはマジで予想外だった。いやめっちゃ好きよ。私全然初心者集めたりするからね。そんなもうそこまでなんだ。めっちゃやりたすぎて。もう、マジのプレイヤーじゃん。そうそう。熟練者あるあるだよ。いやでも断られるのよ、まだミスって。まあ難しいからやっぱりね。そうそうそう。人狼系が無理な人だね。そう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 。なおかつ、あのロールプレイしながら人狼みたいな感じだからね。そうそうそう。マジで難しいからな。まあ、配信がね、なんかできないんだよな、うん、本当に。まあまあなんか、配信できるやつとか回してくれる、それ寺蔵さんとか俺結構回してもらってるから。いいね。ああ、いいじゃんいいじゃん。全然適当なやってた。TRPG でも何でもやりましょう。うん、ぜひぜひ。なるほどね。シャイガやった。おもろいな今日。今日おもろいな。こんなに知らなかったんだな。なるほどね。ね。じゃあ行きましょう。金がネーム野なめさんからいただきました。つかさゲストの椎名さんはくず、ちょっとしたお悩み相談兼質問です。最近嬉しいことに面白いゲームがどんどん発売されてますよね。ところが社会人である私は平日は仕事と家事に加えて配信視聴、土日は家事創作活動、配信視聴といった感じでゲームをやる暇がなかなかできず、どんどん積みゲームが増えていってしまいます。この積みゲーたちを消化できる気がしません。お二人はこういったことありますでしょうか。お忙しい二人がどう時間を捻出してるかお聞きしたいですということでいただいてますけども、積みゲーとかはある？あ、めっちゃある。
あるんだ。へえ。うん、めっちゃあるな。ゲームも適当に買っちゃうしね、一気に。あ、もうパパッと買っちゃうんだ。うん。はいはいはい。まあ、あるあるだよな。やりたいって思って、封開けずに置いとくみたいな。うん、そう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 。はい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 。まあ、忙しいもんね。なんなら2個とか買ってたりするし、ね。そんなことある？あらあらあら、漫画の単行本とかならまだわかるけど。へー、うん、なるほどね。全然消化できないんだ。うん、そのまま売ったりもするね。そのまま開けないで。もうやらないしみたいな感じ。はい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 、うん、いや、これはマジどうすればいいんだろうね。もうダウンロードでいいやって思った。あー、何やりたいと思った時にダウンロードで買うっていう。あー、その時間ができた時にってことね。そう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 、あらかじめ買っとくんじゃなくて。あー、まあ確かにね、そうなるわな、確かに。うん、でも時間の捻出がマジでむずいわ。むずいよね。あー、全然何もしてないもん、この1年。自分、なんだろう。なんか、この、まったり RPG とかそんな。そう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 。なんか配信に関係ないことマジでしてない。確かに。確かに。なんか、その、まとまった時間を取れんから、RPG とかなんか続くやつはもうできひんもん、ね。いやーねー。間空くから。何十時間とかできんもんな。あー。それこそ本当に配信で、やんないとゲームできない。そうやね。あー、配信でやゲームやるみたいな感じだよな。いやー、どうすればいいんだろうね。いや、難しい。無理だもん。結論無理。無理だもん、できないの。ねえ。うん。俺たちはなんとか配信にかこつけてやるしかないな。あ、一気にやらんとね。そうね、めっちゃ忘れるわ。こっちが聞きたいわ。どうすればいいか。確かに。はい、じゃあ次いきましょう。はい、金がネーム禁酒成功 RTA 59分48秒さんからいただきました、うん、シーナさん、展開さん、おはくずおはくず。私は回転寿司に行った時、サーモンやマグロなど定番のものを頼むことが多いのですが、この前変わったものが食べたいと思い、タコの子、タコの卵の軍艦を食べてみたら美味しくて驚きました。そこでお二人に質問なのですが、最近食べて美味しいと思った変わった食品、食材などありますか、ということでいただいておりますけども、食はどうなの？食こだわりとかあんの？全然ない。あ、これはもう解釈一致だわ。これは会社口だね。私、なんだろう、食べることを生きがいにしてますっていうのがもう分からんくて。もう食べるときもね、なんか食べてる時間もったいないからね。うわ、そっちのタイプなんだ。あ、そうそう、もうなんかしながらとか、はいはいはい、もう YouTube 見てたりとか。そのもう栄養摂取できればいいみたいな。そう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 。そうなんだ。いや、それはもうそのまんまだな、だと思ってたわ。みんなちょっと、え、なんか美味しいもの食べに行こうとかなんないの？そんなならんかな、ついていくだけかな、毎回なんか誰かに誘われてついていくだけみたいな。うん、そうなんだ。なるほど、天界寺こだわりそうやな。俺はめちゃめちゃもう外出たらなんか外食しないと絶対嫌だ。もう外出た、俺は外出たで頑張って外出たんだから、絶対うめえもん食って帰るっていう、もうそれしかない。うん、私旅行とかね、どっか遠いとこ行ってもね、それこそ沖縄とか行っても普通にチェーン店とかね、行っちゃったりする。よう、お前それで1億で沖縄行くっつったな。全然もう牛丼とか食べたりするもん、ね、マジか。うん、寿司とかも全然興味ない。全然スシロー一番美味しい。いや、でもね、それが一番結局幸せなんだよね。あ、そうだ
そうかも。結局安いものをうまく食えるのがさ、一番幸せなんだよな。そうなんだ。なるほどね。なんかあった最近これ美味しかった。最近？うん、最近食って意外に美味しかったの？なんだろうな。最近食ってか。あんまり珍しいもんとかはね、食わないからね。うん、基本もう自分の好きなもんを食うから。ああ、はいはいはい。あんまりないかも。基本なんか外出ると、もうこのラーメン屋っていうのになっちゃう。あ、もう、新しいもんね。もう、決まったとこに行っちゃうんだよね。あんま冒険とかしないんだよな。だね。冒険しないか。あんまりだから、普通も当たり障りのない、ものだけだな。評価されてるやつね。そう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 。あんま冒険したくないタイプなんだよね。そう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 。でもそうなんだ。え、じゃあさ、うん、活動のモチベーションって何なんだ ?VTuber としての。だってお金か、あんまり、だってさ、買いたいもんない、美味しいもんも食べない。だって、うん、何なんのじゃあ。え、私は暇だからやるかみたいな、うん、暇つぶし暇つぶしジュラキュールミホークと一緒じゃんマジかよジュラキュールミホークがドンクリークを追い詰める理由って一緒じゃんやばいなこいつ。私ミホークやったんだ。すごい、暇つぶしなんだ。面白。まあまあと未来へのね、投資と言いますかね。未来への投資？どういうこと？お金だっていらないんでしょ？いやいや、そのあんま使わない中で一生暮らしていかないとっていう。ああ、そのだから。未来へ。その将来暮らしていくためのお金は必要だから、それを稼ぐために。夢ねー。だから1億全然使わないよ、私当たっても。だからもう貯金の方ね。そうそうそう。いやー、今時今時若者じゃん。あ、今時なんだね。夢ねーなー。夢あるでしょ。楽して。そんな老後心配ならライバーすな。働け終身雇用で。いや働きたくはない。クズよそ出ましたね。うん。なるほどね。はい。おもろいな。そうな。はーい。では続きまして、金がネーム、ジバクレイさんからいただきました。うん、つかささん、シーシーおはくず、おはくず、おはくず、今後2人での歌動画は出しませんか？それで助かる命があります。おー、というので、このお便りはね、4000通ぐらいだったかな。ちょっと少なかった。もうさっきのこの3つでもう埋め尽くされてて、お便りがもう大変でしたよ。あー、ね、これは、はい。なんか歌声的にさ、なんか全然違うやん。あ、まあね。ね、まあ、そもそも男と女の時点でそうだし。なんか声量が全然違いそう。ハスキーっていう点は合ってるかな。あー、え、じゃあ意外と合うんか。どうなんだろうね。てか、あれだよね。あの、うん、歌ってみたのカバーとかさ、出すときさ、うん、なんで男性ボーカル多いの？あ、今回もあれバックナンバー出したじゃん。そうやね。おう、なんかね、聞くのがね、そもそも、うん、男性の方が多いな、歌が。へえ、そうなんだ。うん、だからかも。 ね、なんかボカロとかは聞かないの？ボカロ全然聞かないよね。意外くて。はい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 。そう、分からへんっていう。珍しくない？結構。ああ。言われない？
あんま俺聞いたことないわ。なんか、いや、あの移動中とかずっと多分みんな聞くんやと思うねんけど。そうね、移動中ずっともう ASMR 聞いて移動中 ASMR 聞いてんの？ASMR の聞いて、だから音楽聞くときがないっていう。あんまりその音楽を移動中に聞くっていう文化がないんだ自分だから。そう聞く機会がないっていう。何の ASMR 聞いてんの？いや、咀嚼音よ、咀嚼音。咀嚼音のASMR 聞いて移動してんの？そうもう大好きで。そうなんだ。ずっと聞いてるマジで。そう。お前変だな。いや、ほんと一回聞いて、最初ねダメなんよ結構多分。咀嚼音って、いやだってもうくちゃ音ってこと？そう。やだよそれは。いやでもね、ずっと聞いてるとめちゃくちゃ癒される。癒されんの？もうそれ聞かないと1日1回ぐらい過ごせない。いやー、わからんな。じゃあさ、あのバックナンバーとかそこら辺を歌うってのは、うん、なんだろう、それが好きで聴いてるっていうよりは、うん、そのまあすげえ悪い言い方すると、うん、にわかってこと？めちゃくちゃ。なんかバックナンバーだけ結構 YouTube のショート動画を見るから前で流れてるから、うん、これ知ってるな、ね、知ってる。好きじゃなくて知ってるなんだ。知ってるなっていうの。あの、そんな人との歌動画のカバーは出したくないです。オリジナルソングもしかして？お前と。そんな人とのオリジナルはもっと出したくないです。うん、ダメか。やだなこいつ。難しいな。じゃあ ASMR 出すか。出さねえ。めっちゃ詳しいよ、咀嚼音に。咀嚼音に。何が一番いいの、咀嚼音は。何を咀嚼してるのが一番いいの。いや、私はね、今ね、なんか、チョークっていう。は？何？なんか、チョーク食べれんのよ。チョークを食べる？その音がめっちゃ良くて。もうマジそれしか聞いてない。やばい、こいつもしかして。いや違う、音がいいの。チョークを食べる音がいいの？そうそんな動画あるんだ。あるある。私海外とかまで飛ぶからね。海外のASMR まで。そうもう何語かわからんみたいなやつをチャンネル登録バーってして新着来てるみたいな。それが普通なんだ。うん、え、一般なのそれ？一般のジャンルなの、そのチョークを食べるのって。いや、わからへん。でもめっちゃあるけどね。 ありそうだけどな、好きな人はいそう。わかんねえ。そうでしょ。ちょっとマジで本当に耳に入ってこなかった今。チョークで。もう聞き間違いない。なんかそういう食べ物あんのかなと思っちゃった。あるある、食用チョークっていうのがある。食用チョーク。正菌も食べてる。正菌食べてんの？正菌食べてる。へえ。そうなんだ。うん。ちょっとこいつ思ったよりやばいな。やばくないよ、趣味よ。おもろいな。ちょっとやばそうなんで次のコーナーいきます。スカラジ。
というわけでやってまいりました今週のふたけろのコーナーでございます。そんなに盛り上がるコーナー確かになんかおもろそうとは言ってたね、おもろそうやったか。こちらのコーナーではリスナーの皆さんが日頃からねふざけろと思った、出来事を我々で面白おかしくいじっていこうというコーナーなんですが、なんか最近ふざけろと思ったことありますか？ふざけろ、はい、怒り、ふざけろ、まあ怒りだよね、うん、ないですないの、うん、はい、じゃあ行きましょう。金がネーム、メガンテンガさんからいただきました、うん、友人に互いに、有給取って沖縄旅行行こうって言われて、うん、交通云々の準備丸投げしたら、飛行機搭乗前に酒飲まされて眠ってる間に北海道の某ゴーストタウンに放置された。友人に帰りのチケットと防寒具を残す情がなければ死んでたと思う。なお誘いそのものがトラップだった模様ねこれどういうこと YouTuber ね、一般人でこんなことはないよね。 YouTuber の企画だよこれね。で怖いのがねこれね、あの一通目に来てんだよねこれ怖くない？怖いなぁ、やばー、怖いなぁ。いやほんと YouTuber だったらまだ100歩譲ってわかるんだけど、普通に友達にされたらほんと、うん、いや怖いでしょ、うん、何なんだろうこれ。最後どうなんのそれ、オチが、いや帰れたんじゃない、言われんのかな、帰れた、なんなんだろうね。その後もう友情はないやろ多分ね。ねどういうことなんだろう、ちょっと怖いですね。一発目がちょっとこれなんで怖いんですけども、怖いな。じゃ続きまして、金がネーム、トコさんからいただきました、うん、実験で使うダンゴムシが乾いて死んだいやそれはダンゴムシが言ってるよふざけろって実験で使うダンゴムシっているんだね。ダンゴムシが怒ってるわ、ネズミとかさ、うん、はあるじゃん、ダンゴムシ使うんだね、うん、確かにかわいそうにねえ何の実験に使うんだろう、うん、なんか霧吹きとか忘れちゃったかな乾いて死ぬんだな、かわいそう、炎上するぞこれ、かわいそうですね続きまして、金がネーム、塩の K さんからいただきました、うん、休日用事のため出かけた時のこと、うん、用事を済ませ帰る際、たまたま近くに美味しいラーメン屋があることを知り、お昼はそこにしようと思いお店に向かいました、うん、お店を見つけカウンター越しに注文し、ワクワクしながら待ってると注文したラーメンが届き、いざ食べようとした時、店員の肘がカウンターの上の水が入ってピッチャーに直撃、隣で食べていた男性に水がかかりました、すると隣の男性は私が水をかけたと思ったらしく、何すんのよ兄ちゃんと胸ぐらつかまれ殴られそうになりました。先日落ちた財布を拾って渡そうとしたら泥棒扱いされビンタされたりと、私は何か悪いことでもしたんでしょうか。ちなみにこの後店員さんが気づいて大事にはなりませんでしたが、結局ラーメンは食べられませんでしたふざけろラーメン食べれないそんなことある、ラーメン食べれないんだねこれ、ねね、もう気まずくて帰ったってことってことなんかな、まあそれはそう、それでもいやこの人ね、かわいそうなんだよ、あの人相じゃないの、いやなんかそうなんかなそう思われちゃうんかね、怖そう説がある前もこれなんかこのコーナーにくれて書いてあったの、うん、女の人のお財布拾って渡すとしたらあのビンタされてそれ怖かわいそうだな、そんな世の中にビンタする女性いたんだ、ね、こんなことあっていいのかねえー、いやなんかいいことあるといいね本当に確かに、うん、いいことあってほしいわ、はい、
それだ、金がネームトミーさんからいただきました。おい、親との喧嘩中に一番正論なことを言ったら逆ギレされてゲームを取り上げられた。しかもコントローラーの線をぐるぐる巻きにしてたせいで接続不良で充電できなくなった。ふざけろ、じゃあどうすればいいんだよ。ということで、かわいいふざけろも届いております。何の正論言ったんか気になる。気になるな。絶対そんな正論じゃない気がするね。かわいいな。最近こんなゲームなんか流行ってなかった？親にゲーム隠されたみたいな。そうやってた。それを思い出しますね。まあでも最終的に、ね、ゲームしすぎは良くないみたいな。そうね。これちょっと可愛くてね、とあの、うん、ちょっと取り上げちゃいました。可愛いな。頑張ってね、お母さんに頼んで充電器買ってもらってね。うん。はい、続きまして金がネーム石鹸屋さんからいただきました。おい、はい、久々の休日、友達とご飯に行く約束予定を立てていた。そんな日の午後、腹痛圧倒的、トイレにこもってると突如鳴るインターホン。トイレから出ると投函されていた不在書、週末受け取りに会社に提出しないといけない書き留め文書。急いで再配達の申し込みをするが、してくれない。集合の6時までに、結果届いたのは7時半。圧倒的遅刻確定、ふざけろ。ということで来ましたが、いやこれねあるよね。もうたまたま出てくときにさ、ピンポン鳴ってさ、もうなんか受け取るだけだからと思ってさ、出たらさ、クール宅急便だったんよ。あ、しかも冷凍、はいはいはい、でもうその時冷凍庫がさ、俺パンパンだったんだよ。だからちょっと整理しなきゃいけないみたいな、うん、受け取るだけじゃなくて整理しなきゃいけなくて、でいやー整理しなきゃいけないなと思って、いやすいません今ちょっと出なきゃいけなくてって言ったら、はぁみたいな顔されて、その人に、いやそんな顔されても、だって俺今冷凍庫整理しなくちゃいけないし、だって今それやったら絶対今間に合わないしと思ったんだけど、いやそんな顔されたらなと思って、うん、しょうがないから受け取って、結局俺遅刻しちゃう、そんだけ。あ、出なきゃいけない時ね。そう、大変だな。だよね、ある、こういうこと。ある、私結構不在票で、うわ今日いるやんってやつは、郵便局取りに行ってたね。もう取りに行くんだ直接。うん、取りに行ったらあるから。すごい元気に言ったけど。え、そうそうそう、これマジであるから。いや、あるでしょ、そりゃ。そりゃある、なかったらえらいことよ。あるしね。あ、いいんですよ、全然不在票で。そうなんだ。すごい元気に言ったね。うん、あ、な、面倒さくないんだね、取りに行くの。いやもう究極だからね、いるときは。あー、もうしょうがないからってこと。そう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 、はいはいはい、なるほどね、うん、いやこれはあるんだよね。申し訳ないんだけど、こっちも予定あるからさ。しょうがないよね。なんか本当になんかよく来るよな、来る、あのさ、俺たちが出るときによく来ない。そんなことない。そんなことないけどな。何か、なんかよく来るんだよ。いや運が悪いんじゃない、なんで今なんだよっていうのがねあるんですよね。あ、あるのかな。では、続きまして、うん、金がネームピクチャーさんからいただきました。はい、スマホが割れて傘が折れて道に迷って買い替えたスマホが1日で壊れました。うわ、1日。そう、いやでも、ほんとなんか世の中不幸な人いっぱいいるよね。確かに元気になってきた。最近このラジオさ結構頻繁にやってんだけど、うん、このコーナーほんと尽きないんだよね。マジで。
いいなあ、えげつねえな。拾えないぐらいきつい話本当に毎回いっぱい来るから、なんか本当みんな強く生きてほしいって思う。楽しいことあるから悪いことしたね。はい、続きまして、うん、金がネーム東ぬこさんからいただきました。はいはい。湯船浸かる前はちゃんと体洗ってって何度言ったらわかるの？パパが入った後のお風呂いつも汚いなんて実の娘に言わせないでよ。ということで、あの娘視点、年頃の娘さんから。あ、最近ねこのラジオね視聴者層広いんだよね。え、すごいね、娘さんから来るんだね。小学生からも来るしね。んー、なんか本当だ、広い。そう、ママからも来るし。悲しいね。お父さん課金しないのか。お父さん、まあね、体洗ってね、家族が入るなら。洗わないか。まあでもね、おっさんってね、どんどん汚くなってくんだよ。仕方ないんだよ。どんどんね、体がガタが来るからね。いや、娘からするとふざけろかもしんないけど、ね、しゃあないな、先に入るしかないな。これはどうですか、椎名さんからすると。私はね、毎回、はい、でも毎回沸かしてるな、風呂入れ直してるな。あ、それ怒られないんだ。うん、なんか時間が全然違うから、やっぱ配信。ああ、はい、ああ、なるほどね、うん、はい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 、ずれるもんね、どうしてもね。そう、ずれるから。はい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 。いっちゃん風呂やな。リズムがね、そもそも違うからってことか、うん。え、じゃあさ、リズムが一緒だったとしてさ、うん、そのパパが入った後のお風呂入れる？あ、全然大丈夫。あ、いいんだ。自分洗うしな。はい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 、汚いとかならないんだ。ああ、うん、ならんかな、たぶん。そんな汚いことないと思うけどな。どう、この東ぬこさんのパパはどうかわかりませんけど、ね、あれ、なんか頑張ってんねん、そのそれだけ。あ、そうそう、あ、いいこと言うじゃん。うん、ちょっとパパ頑張ってんだよね、外回りとかね。そんなこと言うんだ。私、家族に優しいから。優しいね。いいじゃん、そうなんだよ、東ぬこさん。うん、そうなんです。まあそれでもちゃんと洗ってっていうぐらいはいいんじゃないですか。うん、言わないと分かんないかもしれないしね。そうやな、遠回しな。うん、言ってあげてください、うん、はい、傷つかないぐらいに。はい、では続きまして、金がネーム北郎さんからいただきました。うん、おい、どうなってるんだサイゼリア、こんなお手頃価格で美味しい料理を出されたらついつい食べ過ぎてしまうだろ、太ったらどうしてくれるんだ。ふざけろ。いや、ということで、どう、行くサイゼリア？めっちゃ行く。あ、行くんだ。なんか普通に399円でドリアとかさ、あれえぐいよな。399円パスタとか、あ、なんかえぐいよね。あ、普通になんか1500円ぐらいでさ、満足度やばいよな。全然やばい。あ、めっちゃ食えるよね。ね、いいよな。あ、サイゼリア好きなんだ。好き。私、あの、ホッカチオ、はいはい、あの、パンみたいなやつ、やばい。あのパンがサイゼリアしかないからさ、はい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 、あの美味しさが。ああ、なるほどね。そう、行かないとダメなんだな。うまいしな、うん、いいよね。俺も最近外行ったら、うん、サイゼリ、なんか迷った時サイゼリア見えたら行っちゃう、もう。サイゼ、あ、好きなんや。うん、結構美味しいよね。いいんだよ、なんかね、雰囲気がいいわ。なんか背伸びしなくていいじゃん、行く時に。イタリアンとかって行きづれんだよな、男一人で。いずれんだ、ね、一人ね。そう、おしゃれじゃん。いないわ。ああ、女の人多いけどな、イタリアンな。そうそうそう、だからなんか、うん、ちょっとイタリアンかなみたいな時は気楽に行けるサイゼリア、
確かにだね。そうだわ。うーん、いいね。やべえ、食いたくなってきたもう閉まってそうやな。食いたくなってきたな。うん、明日行こうかな。うん、話してると行きたくなっちゃうんだよはい、ぜひ皆さんもサイゼリアにね、おすすめです。はい、続きまして、金がネーム多分ニオフェチさんからいただきました。うん、ネットオークションでパーカーを落札しました。商品が届き、手に取ってびっくり、めっちゃいい匂い。取引連絡ですもん。商品届きました。これめっちゃいい匂いですね。洗剤や柔軟剤は何を使っているんですか。何か洗濯時に気をつけてることはありますか。返答なし。少しして自分 の、評価が更新。星1、星0、セクハラ野郎ふざけろお相手様の人の名前が司さんで、頼んだものは男物のスポーツフェアの L サイズ、男だと思ったんよ。その後謝罪と上記の旨を伝え、返信が来て誤解が解けた後でアカウントを消しました誤解解けてよかったな。ただ何よりふざけると思ったのは、取引に関係ないことを質問するの自分の白の浅さでした。男でも聞かれたら嫌だろう。深田さん申し訳ありませんでしたということで、いやこれはね、まあ善意だったのかもしれないけどね。あ、こんないい匂いなのは何してんだろうなって思うよね、うん、でもそんなさ、うん、なんかそういう買い物系でそんなにやり取りすること あるんやねいや、いい人だったんだろうそれまでがいい人だったのか。あ、もうよっぽどよっぽどいい匂いだったんでしょ、パーカーがもう感銘受けるぐらい面白いそれ。いや、これはねかわいそうだね、本当に悪意がない分マジでそういうことなるんだな、ね、でもセクハラ思われるとな、もうそうだから、ね、いや、やっぱ境界線難しいよな、うん、セクハラの難しいよね、その辺ね、うん、かわいそうだなこれ本当に悪気なかった分マジでかわいそうですね、うん、じゃあ続きまして、金がネーム、最後の番さんからいただきました。天海さん、椎名さん、こんばんは。こんばんは。先日回転寿司に行き、入り口のタッチパネルで受付を済ませ順番待ちしてると、後から入ってきたおじさんが、こういうタッチパネルとかスマホとか使ったことないという一点張りで店員さんを誘致し説得、私含め数組を飛ばして先に席が案内されてしまいました。待っていた全員がイラッとしたその時、歩き出したおじさんがポケットから取り出したのは iPhone 13。 ふざけろ貴様、順番も守れない上に嘘つきだぞ。お寿司は美味しかったけども後味の悪い出来事でしたこんなに綺麗に落ち着くことあんだな。ふざけろだね。それでも店員さんがやってあげるとかじゃダメなの。いや、それでいいよな、それで番号でさ呼ばれるだけでしょ。あ、これは店員のね対応が良くないですね。待ってた人たちをね飛ばしてっていうのは、その他の人たちのクレームになるから ねもっと偉いことになると思いますけども普通に新型使ってあるのめっちゃ腹立つな13なのめっちゃ腹立つわいやなんかドラマみたいな、ね、スカットジャパンみたいだなスカットジャパンみたい逆 ね、しない、逆スカットジャパンムカつくわこれ。スカットジャパンなんだ、ね、じゃあ続きまして、金がネームコーラおじさんからいただきました。はい、某家電量販店にて、再販当日一瞬で市場から消え、もう買えないと思ってたガンプラが、現品限りで置いてあり良好と思い衝動買いしたところ、店員が箱の底に貼られていた防犯シールを処理し忘れ、結果私がエスカレーターでフロアを移動するたびブザーが鳴り響くというトラブルが発生、私の買ったガンプラが原因だと知らずのんきに出口まで直行したことで、ブザーを鳴り続け事態はさらに悪化していきましたふざけろ、防犯タグなら私も防犯シールなんてわかるかこんなもん1階に降りたところで事態に気づいたスタッフが防犯シールを処理してくれたのですが、後ろから肩を叩き
ちょっといいかなと小声でささやき私を誘導する2つの対応は、テレビでよく見る万引き G メンのそれであり、第三者からすれば私は、万引きの実行犯にしか見えません。なんてひどということで、かわいい、なんかこんなピンポイントでかわいそうなのいいよな。ねえ、最近シールなんだ。ね、シールで反応すんだね。ねえ。なんかすごいタグみたいなのついてんじゃん普通。ねえ。ね。大きいタグついてるイメージ。店員さんがなんかガチャって外してさ、渡してくれるけどさ、これはでも分からんわ。絶対、ね、絶対自分じゃないと思うもん。でもでも自分が通った時にそんな連続でなって気づかないからちょっと見るよね、うん、うんってなるよな、うん、何回だっておもちゃ家電量販店のおもちゃ売り場って8階とかだよ、大体7階とかさ、だいぶ鳴ってるもんね、4、5階鳴ってるよ、ちょっと鈍感すぎないかな。かわいいとこやな、いやそれも。おもろいっすね。おもろいね。続きまして、はい、金がネームサザンカさんからいただきました。今日の朝8時に起きたんで、二度寝をしたら、次に目を覚ましたのは17時だった。そうで。これ、あるよな。これはほんまにあるあるやね。なんか、タイムスリップしたかなって思わない？一瞬。えってなる、一回。いや、ならんよ。いや、一回俺さ、うん、なんかね、朝に寝て、朝に、何だったっけな、一回起きて、うん、夕方だったんだよ。で、あ、夕方かと思って、でも眠かったから、うん、まだ寝るかと思って寝て、起きるじゃん。うん、夕方だったんだよ。で、あ、そんな寝てないのかなって思ったら、日付見たら、次の日の夕方になってて。いや、めっちゃ疲れてたんだけど、はいはいはい、マジでビビるよね、あれ。でも疲れてたら大体こんぐらい寝るな、みたいなのが分かる気がすんねんな。うん、一回あった。ない？いやでも結構あるよ、夕方から夕方。あ、あるね、ありすぎてもうわかなんかうんみたいな。それで済むの？ありすぎて、あ、うんで済むんだ。うんみたいな、ちょっとお腹空いたなみたいな。さすがだね。あ、でも私ね、合間合間起きるタイプかもしれん、ご飯だけ。あ、はい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 、うん、お腹空いて起きて、お腹空いたら起きるんだ。寝てそうカビゴンじゃん。生活そう、お腹空いたら起きるな、きっと。ちゃんとお腹は空くんだな。うん、お腹空いたら寝れないしね。さすがですね。うん、続きまして、金がネームイオさんからいただきました。はい、息を吸いながら喋る練習してたら家族にドン引きされた。どういうこと？どんな練習？あ、いやでも俺さ、最近ボイトレしてんだけど、うん、あんだよね、あ、息を吸いながら喋る。喋んないけど吸いながら音出す練習。うーって練習。あー、あー、そうなんや。そう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 、使うんだこれね。あの、声帯がくっつくんだよこれで。あ、え、どういうこと？声帯がくっつく。声帯が声門閉鎖って言って、くっついた方がいいんだけど、これでね、くっつくんだよ。ってくっつく。これでやると、裏声とかの、その、声帯のくっつけがね、よくなるんだよ。あ、じゃあ裏声が出しやすくない？そう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 。へぇー。裏声さ、出しにくくない？あー、出せないな。出しにくいよね。あのね、うん、ハスキーな人そうなんだよ。あ、なんか、高い声もね、喉が締まる感じでさ、出ないくん。ハスキーな人って、あの、声帯がね、歪んでんのよ。え、そう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 。悲しいな、ね、そう、ハスキーって、結局その、なんてみたいな声っていうのは、声門に息が通って、その震えで出してるから、
その声がかすれてるってことは、ちゃんとその声帯がビチってなってなくて、カスカスになっちゃって出てるから。え、それ治んの？それ治んない。治んない。あのね、手術しないと治んない。でも手術したらさ、このなくなるってことだよね。あ、声は変わるよ。声変わっちゃう。そう。なんだよ。だから、こういう練習して、俺もめっちゃ出しづらくて、うん、裏声、うん、こういう練習はしてる、うん、だから、え、みんなあれじゃん、うん、もう出しにくいんだ、歪んでるようわ、歪んでた私まあそれもね、味ですからね、そやな、それもまた珍しいってことで、うん、へー、難しいんだな、じゃあ歌うの結構ね、難しいんだ、うん、続きまして、金がネームニコルベさんからいただきました、すごい、大事に育てていた、観葉植物に小さな虫がついていたので、ネットで調べて、うん、虫予防のためにお酢を少しかけたら3日後に枯れましたそんなに弱いんだね植物って、うん、確かに。あ3日で枯れちゃった。悲しいな。難しいよね、植物ね。観葉植物とかってなんか飾ったりする？飾ってる。あ、飾るんだ。そうそうそう。何飾ってるの？え、なんかでかいやつとか、なんか部屋の。でかいやつ？いろいろあるじゃん。あるじゃん。うん。あの端っことかに置くさ、おしゃな、おしゃな、いや、いっぱいあるよあのなんかさ、なんか木の幹みたいのがあって上の方黒いので蓋されてるやつみたいな、じゃなくて、何それ、じゃない結構有名なやつ、なんなんだ、あ、パキラ、多分パキラ、あー、パキラね、なんか聞いたことあるわ、うん、なんだっけ、ちょっと待って今調べるわ、パキラってなんだっけな、パキラだと思う、多分有名なやつ買ったんだ、パキラ、あー、あのうにょうにょしてるやつだ、ミキが、そうそうそう、はい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 、うにょうにょのやつね、うん、かおしゃれよ、はい、え、パキラってこんな高いの、パキラそんな高い、え、万とかするよ、あ、観葉植物のでかいやつって結構ね、1万2万とか、こんなにするんだ、お家具よこれは、そうなんだ、うん、あつ森より高いじゃないかよ。あつ森最近買ったの。6000円ぐらいだっけ ?7000円とか。最近買ったのこっちも高いじゃないかよ。へえ、そうなんだ。うん、するね。買うところにはやるけど。悲しいね。やっぱ、ネットを飲みにするとよくないね。ね、ゲームあ、よくないよくない。はい、続きまして、金がネームそぼろ丼さんからいただきました。はい、あ。久々にご飯炊こうと思ってやる気を出して炊飯器開けたら、うん、1ヶ月前に炊いたご飯が残っててやる気失せた。え？怖い、やばくないそれ。怖い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 、もうやだ。それは怖いよ。もうやだ。でもこれ聞くよね、お部屋の人。もう炊飯器に残ったご飯があるから開けたくないみたいな。いや。やばいな、それ虫とかは大丈夫なんかね、やばくよ、虫やばいやん、いやーやだー、怖いそれごと捨てるしかないな、捨ててなるんだよ、うーん、ふざけろじゃねえよ、部屋掃除せえ切ったね、ほんまよ、掃除結構すんの、え、いや、でもそんなしないかもどうせお前あれだろう、ママにしてもらうんだろう、お前。あと、ピッてしちゃうね。ウィーンとか、ね。あー、ルンバがね。ありますんでね。うん。いや、そんな掃除するイメージね、もう。やだなぁ。うわこれで終わりだ、お便り。あ、終わった。マジか。てめえがふざけろだよ、マジで。というわけでね。はい、今回も皆さんのふざけるありがとうございました。またね、ふざけて送ってください。はい。ということで次のコーナーいきまーす。うん。いったべだ。力に。俺も酒を持ってこようかな。
というわけで再びふつおたを読んでいきたいと思います、うん、金がネーム満月クラゲさんからいただきました。椎名さんへ、スカラジへ、うん、ゲストさんが来られた時の定番の質問をさせてください。天海司さんから理由は言えないが金を貸してくれとお願いされたらお金を貸しますか、貸すとしたらいくらまで貸しますか。昔、他の方の配信にてこの話題になった際、司さんの予想では大福は貸さないと言われていたので実際はどうなってるのか気になっています。ご回答いただけると嬉しいですというわけで、どうですか。まあ、いや、あげるかな。あげる？うん。いくら？300円。お前遠足行くんじゃねえんだから。300円あって、あげるか。どうすんだよ。貸してくれない方がいいわ。それだったらもう、うん、そんなことだと思ったわ。まあでも1万ぐらいかもな。あげる、うん、貸すっていうか、貸すとしたら。あ、でも1万貸してくれんの。あげる気でも渡す。あげる気で1万くれんの。うん。またそりゃ意外ですね。うん、もう、あ、でも金貸すときはもうそれぐらいなんだ、もう帰ってこねえだろうって、うん、あー結構ドライなんだね。もうそやね、自分も忘れるし。やだな、絶対金の貸し借りはしねえわ。うんね、こいつとは忘れちゃうな。自分が忘れちゃうからってことね。忘れちゃうからね。ぽいわ。続きまして、金がネームナスアオイさんからいただきました。うん、天海司さん、椎名優香さん、おはくずおはくず、お二人の配信は私が VTuber にハマるきっかけにもなっており、今も楽しく拝見させていただいております。お二人といえばスクラッチをかけた、対決コラボの印象が強いのですが、逆に言うと協力プレイをするようなゲームでのコラボはあまり見覚えがなく、お二人がのろしり合いながら協力プレイする様や、一緒に何かを成し遂げる姿を見てみたいなと思っております。そこで、今後お二人でコラボするときに対決系のゲーム以外の内容で配信するとしたら、どんなコラボをしてみたいか、ゲーム以外でも構いませんのでお答えいただけたらと思います。季節の変わり目で体調を崩しやすい環境ではございますが、ご健康に留意されますますご活躍されますことを心よりお祈り申し上げますということで、確かに協力系やったことないね。ないね。もう対決してばっかり。やってるゲームが違うんじゃないか。あー確かにね。あ、熱盛やりたいな。熱盛。なんで。なんか行ってみたい、天海寺の村に。うん、もうボロボロよ、うちの村。うちの島。あんのかな、今うちの島。あ、もうやってないやん、ま、全然やってない。え、そういえばさ、ツッコミ忘れてたけどさ、今買ったってことは昔やってなかったってこと。いや違う、ソフトがなくなって。え、な、何が。ソフトがなくなって。ああ、なくなっちゃったの。そうそう、買ったよね。新しくまた買ったんだ。そう、なんかね、あれが来とったよ、ダウンロードコンテンツが。あ、なんかすごい大型なのが来たんだっけ。うん、はい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 。あつ森で何すん、一緒に。え、釣り釣り。釣りとかね、博物館とかあります、カフェとかできます。カフェで何すんの。あと買い物もしたいな。私の村ちょっと小さいんよね、店が。あ、普通に俺の島に来たいってこと。そう部屋も見たいしな。部屋は何もしてないよ、もうゴキブリしかいないと思う、多分。最悪。やだわ。うーん、やだな。釣りよ、今さら。あつ森やだな。え、なんか最近してるゲームある？なんか最近はね、
なんだろう、ママ娘は知ってるでしょ。でも結局配信でやるゲームなんだよな。一人用ゲームばっかりだな。あのなんだっけ、ペーパーズプリーズとか、ああおもろいとか、まああとは今ポケモン出るからポケモンでしょ。あ、ポケモンいいねとかだね。最近だからね、協力系とか全然やってないわ。なんか一人のゲームばっかりやってんな。なんだろうね、協力系ないな。だってエーペックスもそんなやってる？私でも最近は全くやってない。あんまやってないでしょ。容量パンパンなってパソコンの。はいはいはい。もうアップデートが早い。そういうこと？ようやく入った最近。消しまくって。配信者とは思えんな。C も E もパンパンなってます。はいはいはい。C も D もパンパンになるの？うん、そんなに入れるかな？そんなデータ入れる？なんか容量がちっちゃいとか。パンパンなんよ。うん。もっとでかくせ。1テラとかないってこと？え、ないね。ないんだ。うん。配信者なんだからさ。でもエーペックス。え、でもやってるよ。電化人やってる？エーペックス全然やってない。あ、やってないか。あれだってずっとやんないとさ、上手くなんないじゃん。いや確かに、ね、ランクも上がんないから。なんかさ、みんなプラチナとかさ、ダイヤじゃん。できないんだよ。一緒にできるとこまでいけないんだもん。すぐ下げられるし。そこまでいけないんだよ。え、ほんまにすぐ下げられる。すぐ下げるよな。ね、頑張ってあげたのに。もう毎日しないとダメだよ、ね、あれがきついんだよね。確かにきつい人はきついか。エーペックスが何やればいいんだろうね。やるしゅう。何？バロラント。バロラント。バロラント。最近始めてね。始めたんだ。二十三時始めててね、みんな。あ、みんなやってんだ。そう、カナカナとかね、やってたけど。いやでもなんかエーペックスより難しいって聞いたよ、俺。むずいけど、いや私今初心者を探してて。あ、わかる。エーペックスもさ、みんな上だからさ、一緒にランクやってくんなくてさ、なんかゴールドとかでさ、なんか勝手に変なとこ降りて勝手に死ぬやつとかさ、ばっかりとしか当たんなくてさ、そうなんだよ。いや私もバロラントで煽られまくってね、もう友達とやりたい。泣いてんの？泣いてるもん。はてなはてなとか言われてもう、おい、フルマでやりたいよと思って。5人いるよな、しかもバロラント。そうやねん、初心者5人ってもうおらんのよね。いないでしょ、うん、ハードル高いんだよ ね。いやー、 FPS かー、なんかもっと気軽にないかな。ないかな。モンハンとかね。モンハンやらんかったっけ。モンハンはやってたんだけど、ね、なんかやっぱモンハンってなーなーになっちゃうよね。あー確かに。あー、うん、やっぱ最後までやってないわ、そういえば。なんかあれ、ラストまで出たんだっけ結局ライズ。なんかラストはまた今度出ますみたいなのでやろうかなと思ったんだけど、なかなかねー。あ、マリパいいじゃん。マリパやろうぜ。マリパ協力じゃないや。協力じゃん。また対戦だ。結局そうなんだよな。協力なー。むずいね。どうしようね。協力か。いや、むずいな。協力ないな。あ、B4B ってあれか。なんか。ああ、ゾンビの、ね、レフト4デッドだっけの、うん、みたいな。次、でも私も終わったからな、流行りが。そうなんだ。流行り終わんの早。自分のなんか。VTuber 時間早いな。早くね。終わってるからね、もう。早いな。なんなん、今なんなんや。何すればいいんだろうね。難しいなぁ。むずいわ。ドットテイクストゥーはもうやったよな。ドテイクスターってのがあるんだ。テイクストゥー、あ、誰かとやったらいいよ。めっちゃおもろかった。何さ、全然知らない。どんなゲーム。なんかね、でも配信で見づらいんかもな。なんか一括の2画面で
オンラインで協力しながら進めるって感じなんやけど、おもろいけどね、はい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 、ストーリーとかが。なるほど、画面も綺麗で、2画面になるんだ。うん、そう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 、はい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 、相手のも見れる。ミニゲームとかもたまにあっておもろい。なるほど、やっぱ TRPG や。狂気山脈2人で結局ね。いや俺登ってんだわあ、登ってんのか、残念ながら。まあ TRPG はまあね、協力系っつったらね、いいね。まあ、TRPG はまた別よまた別になってくると思うよ。あ、別か。ああ、ジャケットスニッパーズ、うん、なんだっけ、いいやん。なんだっけ、なんかスイッチの、うん、あれなんだろう、何してんの。ああ、なんかあったなあれっしょ、なんかハサミみたいなやつ。あった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 。あれなんなんやろ。ああ。めちゃめちゃ旬すぎてると思うけどいいのかなめちゃめちゃ旬すぎてない青じゃなきゃいけないんだって。そう、なんか、うん、いや 3D でね、 3D 3D スリッパーズ 3D スニッパーズか。あ、でもシンプルマリオとかいいけどね。マリオのブラザーズ、うん、普通のブラザーズ。うん、はい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 、はい、自信あるんで、やっぱマリオ。あ、マリオ得意なんだ。うん、全然任せてくださいっていう。はいはい、そんなに自信あんの、うん、そうなんだ、うん、マリオはなんか私の出たっけ、スイッチで出たのか、なんか出たっけな。マリオやってねえな、確かに。まあ、ね、任せてください。まあ一人でやっちゃうかもしれんからな。まあまあね、マリオ、うん、マリオの2人プレイか。うん、まあ、おいおいですかね、それは。おいおいで。ないやつや。続きまして、カネガネーム、も、あ、も、もる、あ、も、わかんねえ。もる、た、もるタイム、提督さんからいただきました。うん、天海司さん、椎名さん、おくず、おくず。初めてお便りを送らせていただきます。早速お悩み相談というか質問なのですが、お二人はゲーム配信や雑談等で、長時間座りっぱなしがとか多いと思います、うん、そんなお二人は、腰痛などに悩まされているといったことは何でしょうか。というのも、私は20代前半なんですが、高校2年生の時ぎっくり腰になって以来、長らく腰痛に悩まされております。一度病院でレントゲンを取ったところ、腰の軟骨が通常の半分しかないと診断され、ああなるほどね、はい、と診断されました。ヘルニアみたいな感じか、うんうんうん、通常は 5,60 代近くなると老化になるらしいのですが、私の場合姿勢が悪かったり長時間座りっぱなしなことが多かったので 3,40 年ほど早く来たそうです。もしお二人も腰痛で悩まされていることがあれば、その対処法や普段予防としてやってることがあったら教えていただきたいです。これからも配信楽しみに応援します、ということで来ましたけど、こう腰痛とかどうなん？めっちゃある。あるんだ。いやーそうなるわな。なるよね。筋肉もないから。そうみたいな。ああ座りっぱなしだし。なるわな。腰めっちゃ痛くなるな。ああ、なんかやってる？なんかね、リスナーさんにコルセットとかもらって。コルセットプレゼントされてんの、やば。整体行ったりしたりね。あ、行ってんだ。まあ、寝転んだりもあるしな。なるほどね。いや俺もね、最近もう最近本当に最近行った。あ、整体？そう。あー、いいね。行って、いやマジやばいっすねって言われた。あ、そうなんや。マジ硬すぎてマジでやばいって言われてもう週1じゃ足りないって言われた。あ、もう、あ、そう、週もうそれ以上来てくださいって言われて。めっちゃ行かなあかんや、大変じゃん。あ、いやでもやっぱね、痛くなん、肩もなんだよね俺。あー、肩なー。あー、肩どう？肩でも大丈夫かも。肩いいんだ、まあ、俺の肩昔からだからな。なんでだろう、集中しちゃってみたいな感じかな。なんかね、昔からなんだ、姿勢が悪いのもあると思うけど、昔なんかねポスティングのバイトしてて、うん、
それでなんかめっちゃチラシ持たされた時があって、それでもう 何時間とか回らされて、その時からずっとね、音が鳴り止まないよ、肩のこのグリッって音が鳴り止まなくて、言わしたみたいな、言わしてんだと思った。なんか腰とか肩とかも一回なんかやると、 あれよね、ずっと痛いよな。そう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 、でんだよな。だから大変だ、これからちょっともう病院通いですわなんかね、椅子変えてからね、あのゲーミングチェアにしてから、うん、大丈夫かなと思ってたんだけど、もう最近ちょっとやばいね。腰もそうビキッとなるし、うん、結構ねやばいっす。配信者あるあるやな、ね、病院行くのが一番だよな結局。いや筋トレなんじゃない、でも最終刺さる、まあ、筋肉も必要だよね。うん、筋トレ嫌いだからなだるくない筋トレ。いや確かにやらないな。あーだるもつれえもん、もうだって苦しい筋トレ、筋苦しいきつい、あ筋肉つけなきゃ。だけどまあ整体でなんとかごまかすわごまかしごまかしごまかしね、生きていこう、やっていきましょう。うん、はい、続きまして、金がネーム町金福来たるさん、町金金来たるさんからいただきました、うん、天海さん、品さんはクズ、おクズ、天海さんはアマゾンランキング1位、シナさんはニジレジ3周年おめでとうございます、うん、いつも2人の配信見て楽しませてもらってます、話は変わりますが、来年は有馬記念があります。いつも JRA に貯金をしている天海さんですが、今回はシナさんも参加すれば貯金を引き出せるかもしれません、もし予定があればご検討してみてはいかがでしょうかということで。あ、興味はあんの？え、あるけど、うん、あれ昼間とかじゃないですか、なんかやってんの毎回。ね、だいたい G1 は夕方だね、3時40分とか。もうそれはきついっすね、3時起きれないんだ。起きれないな、その辺奇跡的にリズムが良かったらいけそうな気がするけど。じゃあもうしょうがないねならもう、え、うん、もうあのね、始まるのがその時間だから、それより前に考えなくちゃいけない、何買うか考えなくちゃいけない。あ、そうなんや。そう、え、大変だ。俺なんてもう午前中からとかよ考えて、ああ考えて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 外すもうやめようよ。ああ、考えるのが面白いんだけどねあ、そこが面白いんだ。ああ、そこがおもろいね。これが来るんじゃないかなみたいなのがまた面白い。なるほど。そう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 。じゃあ向いてないです。あんま分からんのよね、なんかお金かけて。いやでもなんか、お前の場合はもうね、直感でやった方が多分、今年はなおさら、もうマジで一番人気来なさすぎるから。あ、そうなんや。なんなら前日から買えるけどね。あ、終わった後に見るってこと？そう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 。前日に普通に売ってるから、もう何も気にしない。お前の場合はもうそれぐらいでいいんじゃない？ああ。なるほど。あ、でも自分のお金かけたくないかも。てめえ、人に勝手にさ、勝手に、人にスクラッチとかさしといてよ。さあ、あげやがって。のお金でやりたいな。シーナユイカ馬券も買おうかな、じゃあもう何も情報を与えないで番号3つって言って1から18っつってシーナユイカ馬券買うか。いいね、天海のお金で穴になりそうだから、いや渡さねえけど渡すわけねえだろ今回は、今回というか今度聞いて買うかもしれません、うんうんうん、はい、起きてないといけないから前日に買わないとな。それで来たら世話ねえわマジで。はい、続きまして、金がネーム、話題のハッピーグルメ弁当さんからいただきました。うん、天海さん、ゲストの椎名さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私はミニチュアピンシャーという種類の犬を飼ってます。うん、今年で15歳になる結構な老犬です。
目が見づらくなってるのですが、ご飯をもりもり食べて、散歩もぐんぐん行く元気なワンコです、そんなワンコですが、一つ悩みというか後悔があります、お手を習得してないのです、いくらお手といっても手をペロペロするばかりで手を上げてくれないのです、願わくばクレヨンしんちゃんの城のごとくシャキシャキと芸をこなしてあげたかったなという、思う今日この頃です。お二人にもあの時習得しておけばなとか、小さい頃にやっておけばなということはありますでしょうか。すごい本当のラジオみたいこっちでか、この流れです、はい。本格的な寒さに向かう季節となりますので、風邪などひかれないようにご自愛くださいということで、なんかあります。あーでもゲームは、もう昔からやっとけばよかったなって。ゲーム昔からやってないの？やってない。いつから？もうでも配信始める、ちょい前ちょい、まあ何年かも、じゃあもう最近なんだ。そんなやってない。でもそんなハマってやってなかった。それで二次三次ゲーマーズでデビューしたのすごくない？ それ、いや私よそんな人いるんだ。え、そうそうそう、いや私もほんまは2次3次、なんだろう、3期生みたいな、はい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 、一気に2期が出てて、じゃあ3期ぐらいで行きますかみたいな感じで言ってたけど、ああ、なんかいろいろね、もろもろその事情があってってことね。そう、事情があって、じゃあゲームはゲームしてますよねみたいな、じゃあゲームしてみたいなおもろうん、そうなんだ、それめっちゃ意外だわ。本当にそんなってない。じゃあハードとかってどっから、ちゃんと、でもどこなんだろう。だって最近でしょって言ったらもう、あれは昔のやつとかもやったりするな。あ、やってんの。だからちゃんとやりだしたのがってことかな。マリパとかはそれこそ普通にやってたけど、ああ、なんか友達とかとみたいな、はい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 、ちゃんとなんか毎日、なんだろう、FPS とかそういうのはもう、それはやってた、やったことなかった。あ、やったことない。あ、なるほどね、そこら辺のコアの方はやったことないってことか。めっちゃ意外。ほんと今日新しいことがわかるな Wii U とか、ね、あ、じゃあ Wii U だ。そうだそうだ、はい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 、ちゃんとやりだしたね。なる、あ、Wii U から多分、なるほどね。じゃあ Wii とかゲームキューブとか64とかスーファミとかも全然知らないってこと、プレステとか。知ってるけどそんなやり込んだやつとかないわ。ないんだ。スマブラとかも、ね、やり込んでないな。はい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 、それは逆にアドだね、配信者として昔のゲーム初見でできるの。あ、そうなんかな。あ、でも UAU で昔のとかやったりね。あー、できるもんな。そうそうそう、そっかやった気がする結構。なるほどね、そういうことか。うん、へー、てかスプラ今いいね。2時3時羨ましい私出てないねんけど。出てねえのかスプラからスプラからゲーム始めたのにいやもうほんまにね、あの締め切りましたっていう通知で知るっていう、うわ終わってると思って出ろや。いやなんか通知が来んときない、なんかディスコードの。いや、それはある、それはわかる。そう、こんなん来てたっけみたいなマジである。そう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 、しかもなんか全体のやつやからさ。はい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 、全然気づかんかったわ。めっちゃ羨ましいわ、スプラトゥーン。ねー楽しいよね。そう、見てて、俺も1めっちゃ好きでさ、そのために Wii U 買ったぐらいだったから。で、スイッチがあの手に入んなくて2やり始めに遅れちゃって、で、VTuber でもそんなにやってる人いないじゃん、だからやりづらいなと思ってたから、めっちゃ羨ましいなと思って見てるわ。あー、やっぱ大会系はね、20、30人数多いから、ね、いいよね、熱いよね。羨ましい、うん、小さい時やっとけばなーか、小さくないけど、高校野球はマジでやりたかったなあ野球部？そう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 、何部？こ、ん？
何部やった？高校帰宅部。いや、めっちゃいいよ、でも。え、帰宅部いいけどね。うん、めっちゃ自分でやりたいことできたらよかったんだけど、一番有効に時間使った。あー、いやー、うん、でもねえ、やっぱりね、高校野球はねやりたかったね。あー、ちょっとやっぱ違うよね、高校野球って特別だよね。そうなんや。あー、いや、坊主にするの嫌でさ。確かに野球坊主ね。そう、そうなんよ。あるよな。うん、いや、あれはマジでやっときゃマジでよかったなっていう。高校から野球厳しくないの、ずっとやってました、小学生から。小中やってましたよ。あ、小中やって、なんなら、なんなら高校以外全部やってるぐらいの勢いだよ。それはもったいないね。あ、だったから坊主ちょっとね。いや、浅はかだったね当時はね。あれはね、え、帰宅いいよ。帰宅よかったけどね。ゲームばっかしてたわ。まあ、なんか部活動ならではのなんか結束した絆みたいなのあるけどな。まあ、そんな、いいよな、そんななかったかな、これ。ないんだ。あれはね、だから分からんけど、ないんだ。帰宅部だから分かんないでしょ。あれね、漫画の中だけだよ。あ、そうなの？そうそう、あれね、漫画の中だけなんだよ。そう。なんだ、あの熱いなんか友情みたいなのないんだ。あれ漫画だけなんだよね。そう、あれだけ羨ましかったな。あれ漫画です、はい、なんかあれ嘘なんだ、中学卒業式泣いてたりしてんの。だいたいね、部活で上手いやつだいたい性格悪いから。だいたい性格悪い。うまくいってないことがマジで多い。あ、ギスギス多いよマジで。下に見ちゃうのかな。そう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 、カーストができやすいから、上手い下手。ああ確かに。マジで性格いいやつ本当にね、指折りでしか俺数えたことないわ。会ったことない。いや、上手くて、あれもあんのか。あ、マジで。その点帰宅部はねストレスないよね。その点帰宅部はもうだって、みんな優しいよね。ね、みんな優しいっていうか、もう人がいねえ。人がいねえ。一人。なよな、なんか優しいよね、みんなね。すごい平穏とした 下でいいわみたいな。あ、帰宅部はね、よかったね、やっぱり。うん、うん、はい。続きまして、なるほどな、うん、カネガネーム、眼球まんまるさんからいただきました。うん、債務者さん、霊能者さん、おはくず、おはくず、こんなんあったな。突然ですが、1ヶ月ほど前、1年以上何も送られてすら来ない化石とかしたメールアドレスに間違いメールが来ました、うん、仕事相手のメールアドレスと間違って送ってきたようで、自分は暇つぶしに間違ってますよとか、仕事うまくいくといいですねとか、全部丁寧に返事していました。なぜか懐かれました、向こうは警戒心の薄いお嬢様なようで、朝のおはようから仕事の愚痴、心理テスト、家族が事故った、出張先のお土産、お休みメールまで1日で5から7通ほど送ってきます。新手の詐欺がと疑っているため、自分の情報は無職で、金がない以外の情報を渡さずに対応しています。ただ、アホとか、こちらの個人情報を得ようとかって素振りは一切ないんですが、これって詐欺ですか？それとも変な女ですか？これどうなんですか？なんどっからアドレスをゲットしたんだろう。そもそもね、間違いやすいアドレスかどうかっていうのもあるし。何これ。妄想かな。寂しい人っていうのもあるよね。無職金なしのもとに、警戒心の薄いお嬢様から。嘘な気がする。嘘な気がする、そのお嬢様っていうのが怪しいんやけど。そのお相手は、あなたの想像上の存在なのではないでしょうか。そっち？何なんだろうね。悲しいな、それ。家族が事故った。確かになんかね、詐欺だったらね、個人情報とかを露骨に拾いに来るはずだから。詐欺ではないかもね、普通に。詐欺じゃなかったら、幻覚かな。幻覚。でも、変わってほしい人もいるんじゃないかな、世の中には。これは、同じ、
女性からするとどうですか。あ、でも女の子の中にはいますから。いるんだ。こうなんか報告したい人みたいな。報告したがりみたいな。連絡したい。うん。はい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 、はい。いると思う。本物だったらこれだってラノベだよ。お嬢様、うん。無職の俺の元に警戒心の薄いお嬢様からメールが届くんだが、だけど。いいじゃん。ある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 。あんのかな。ある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 。これはでもちょっと何か問題はあるかもしれんけど、ね、うん、続報気になりますね。うん、何なんだろうな。楽しいな。はい、というわけで、うん、お便り以上になります。以上。はい、よかった。非常に楽しくねやらせていただきました、うん、じゃあ次行きます。はい、はい、というわけで、はい、あっという間にお別れの時間になってしまいました。お別れか、はい、早かったね今回。早いですね。いつにも増して、うん、非常にテンポよくねお便りを読ませていただきましたが、今日はいかがでしたか、うん、いやもうなんだろう、うん、意外なね、こう話し込む機会もなかったね。いやそうなんだよね、本当に3年半ねいてね、本当に初めての機会で、本当に貴重な時間でしたね。いや貴重、楽しかったです。あ、いろいろ知れましたわ、うん、知れました、ね、いやめちゃくちゃ話しやすかった。なんかもう家みたいな感じ、家で寝ながら喋ってるみたいな感じ。それは良かったです。はい、じゃあ何かしら告知とかありますか。あ、なんかあったかな。なんか絶対あんねんけど。絶対あるだろ。絶対ある。明日、明日、なんかあります、はい、あ、え、言えないの。いえ、まだ出てないかもしれない。まだ出てないの。22時に前日の。明日はね、あ、うん、たみんな、あ、みんなあれは知ってるんだ。あ、そうそう、あのずしり案件がね。あ、そうなんだ。そう、クズラとリリムとね、案件がありますね。あんなんかアホモのやつ。あ、そう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 。ああ、あれ、あれすごいね。あ、もう出てんだ。出てたよ。すごいよね。何知らねえんだよ。出さなきゃ。はい、はい。知ったわ。はい、明日、はい、何時からですか。え、何時。なんで、えってなんの。明日なんかあんでしょ。明日何時。わかんないや。ディレムをついてみないと。ビリも変わってねえな、やっぱりこういうところは。19時だって、ね、大変なんだ。19時です、うん、よろしくお願いします。はい、じゃあそちらの方ね、よろしくお願いします。はい、俺の方は明日はてなはてなだったんだけど、明日なんもないです。あの動画上げます。あ、動画上げて、いい、ね、19日日付変わると同時にポケモンをやりました。新しいね、新しいポケモン、そう19日来ますんで、うんうん、それやって、うん、で19日ウマ娘もね来るんで、ウマ娘も夜やって、でも土日はね、あのたっぷりポケモンやろうかなって感じですかね。あー、いいね、ポケモンやろうよ。やんの、まあいいけど。また進化。え、どっち買うの。俺シャイニングパール。あ、じゃあ逆にするわ。やんだろうな本当に。ハト飛ばすわ、ちょっとみんなやるか。動画お願いします。また初心に戻るか。はい、というわけで、はい、まあ、今日でね、いろいろなんか TRPG がとかマーダーミスが好きとかね分かったりとか、うん、まあやるか分かんない企画だったりとかもしかしたらあるかもしれないので、うん、はい、また次は半年後ですか。あれは年明けは年末しようよ。年末やんの。年末年始、年始か。もうスクラッチいいから、もうスクラッチバトル本当にいい、マジで。もうやだ、本当にやだ、スクラッチ。猫戦車1万円もうええって。猫戦車。
まあまたなんかあると思うんで見てください、うん、よろしくお願いします。あとは概要欄にね、あのチャンネルありますんで、そちらの方ね、知りないかチャンネル登録してない人はいましたらぜひ登録お願いします。はい、あとあれだ、俺あのアルバム出てます、オリジナルアルバム、はい、ありがとうございます。そちらの方ねぜひ買ってください、はい、ストリーミングとかお願いしますということで、お願いします。はい、長らくありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。